暖かくていいわね。ねえねえみんな、今度のクリスマスイブだけど予定空いてる？うん、私とりんちゃんは今のところ大丈夫だと思うけど、その日に何かあるの？もちろんクリスマスパーティーだよ。ミューズのみんなで集まってケーキやごちそうを食べたりゲームをしたりするの。ねえどうかな？いいですね。今度のライブに向けて食事をしながら決起会を行うのも有意義なことだと思います。うみちゃん、それじゃ固い感じになっちゃうにゃ。せっかくのクリスマスなんだから、リンは思いっきり楽しみたいにゃ。そうですか？そんなつもりはなかったのですが。でもここしばらくはその準備とか練習とかでいろいろ大変だったからね。一日くらいはみんなと楽しく過ごすのも悪くないかも。そうそう、他のみんなもどうかな。で、マキちゃんどうしたの？あんまり乗り気じゃない感じだけど。あ、ううん、そういうわけじゃないんだけど、そのごめん、その日はパパたちと一緒にホームパーティーを開くことになってるのに、家族全員で集まる機会もめったにないから。そのうちもね、弟や妹たちにごちそうを作ってあげるって約束しちゃったわ。そうなの？じゃあ別の日、例えばその前の土日とかだとどう？その週末はうち神社で年末年始に向けたお手伝いをすることになってるんだ。予定を合わせるのはちょっと厳しいかな。年末の忙しい時期だからみんなの都合を合わせるのは。ライブに向けた衣装のデザインはまだ終わってないし。だったら集まることのできるメンバーだけでパーティーを開きますか？けど一人でも欠けたらミューズの集まりじゃなくなっちゃうし、なんとか調整してみんなで集まることはできないかな。ほのか、ミューズのパーティーだったらクリスマスを過ぎてからでもできるでしょ。あんまりわがままを言っちゃダメよ、エリちゃん。それにクリスマスは本来家族で集まって賑やかに楽しむものなんだから、それぞれの都合も尊重しないとね。家族と集まって賑やかに。そうだね。ごめんみんな、私自分のことばっかり考えちゃってて。いいよ、たまたまタイミングが合わなかっただけなんだし、また次の機会に集まって楽しもう。そうですね。あとほのかには他に気にしなければいけないことがあるんじゃないですか？ね、期末テスト結果はどうでしたか？で、手応えは悪くなかったと思うけど、まだ全教科戻ってきてないし。ねえ小鳥ちゃん。え、ごめん、ほのかちゃん、今何の話してたっけ？この前の期末テストの。って小鳥ちゃんどうしたの？なんか元気がないみたいだけど。そんなことないよ、ちょっと考え事してただけだから。あ、さっき言ってたライブの衣装のこと？もし行き詰まってたらいつでも声をかけてね。私もアイディア出しとか協力するから。本当にウェディングドレスを着られたらいいな。うみちゃん遅いよ、こっちこっち。もうほのか、いくら今日が休みだからってはしゃぎすぎですよ。だってあとは終業式を待つだけなんだから、少しくらい遊んだっていいでしょ。少しじゃなくて全力全開じゃないですか。まあ気持ちはわかりますが。あ、そうだ、ミューズのパーティーとは別に私たちだけでパーティーをやるのはどう？テストもそこまで悪い点じゃなかったしね。そこまでの声が小さいですよ、ほのか。ただすみません、実は私もクリスマスイブの日に用事が入ってしまいまして。え、そうなの？
はい、近所の子ども会でクリスマスイベントを開くことになったので、そのお手伝いをしてもらえないかと。ゴーン。でもそういうことだったらしょうがないか。そういえば今朝、小鳥ちゃんにもお買い物に行こうって電話をかけたんだけど、繋がらなかったんだよね。海ちゃん、何か聞いてる？いいえ、私も何度か連絡をしてみたのですが、ライブの衣装デザイン、まだ難航しているんでしょうか。今月は集中したいから、バイトのシフトも入れないようにするって言ってたくらい気合が入ってたのに。大丈夫かな？行き詰まっているかもしれませんので、後で様子を見に行ってみましょう。おや、ひょっとしてあそこにいるのは。あら、あんたたちも秋葉に来てたの？ニコちゃんにマキちゃん、それにエリちゃんたちも。どうしたの、こんなところで。どうしたのって、私はただ楽譜を買いに来ただけよ。今度のホームパーティーで演奏をすることになっちゃって。それでね、ニコはパーティー向けの食材とケーキ作りの方がね。クリスマスイブの当日だと大混雑で買い物が大変になりそうだから、リンとカヨチンはプレゼント交換のグッズを買いに来たにゃ。クラスのみんなとパーティーをすることになったからね、カヨチン。うん、でもまさか同じ場所でみんなと会えるなんてすごい偶然だね。やっぱりうちらは何かの縁でつながり合ってるのかも。そうだね。あ、でもどうしたの、ほのか。キョロキョロと周りを見て。うん、やっぱり小鳥ちゃんだけここにはいないんだね。小鳥は今頃どうしているのでしょうか。って、あそこでチラシ配りをしているメイドさんはまさか。お願いします、クリスマスフェアただいま開催中です、ぜひご来店ください。え、ほのかちゃんに海ちゃん。小鳥ちゃん、何やってるのこんなところで。しかもメイド服姿。今月はシフトを入れていないと言っていませんでしたか。音の木坂学院では、私が生徒会長のぞみの。メイド喫茶のピンチヒッターですって。うん、本当は衣装のデザインに集中したかったから休むつもりだったんだけどね、人手が必要だからって店長さんに頼まれちゃったんだ。そう言われてみれば、お店の中にいるメイドさんの数、前に来た時よりも少ないような。何かあったの？風邪をひいたりとか、家庭の事情があったりとかでお休みする子たちがちょうど重なっちゃったみたいなの。それでね、最近寒い日が続いたしね、体調を崩す子が出てもおかしくないけど。それに前にも言ってたように、12月は何かと忙しくなる時期だしね。うちがお手伝いしてる神社のご近所さんも人手の確保に困ってたよ。うん、あと12月は特別メニューとかがあるんだけど、忙しいから新しく人を集めても教えてる余裕がないんだよ。そうみたいだね。今は休憩時間だからお客さんはいないけど、他のメイドさんたちぐったり疲れてる感じにゃ。だけど大丈夫なの？次のライブの練習と準備だってあるのに、両立は大変だと思うんだけど。うん、分かってる。でも今月のイベントを楽しみに来てくれる人もいるからね。私にとってはライブで応援してくれる人たちと同じくらい、この店に来てくれるみんなのことも大切なの。だから小鳥ちゃん、それにこうやって体を動かしてる方が少しは気が紛れるというか。何か言いましたか、小鳥。ううん、なんでもない、こっちの話だから気にしないで。
くれてるから店長も大歓迎だと思うけど。なら決まり。ほのか、大変だと思うけどよろしくね。もちろん、このほのかにお任せあれ。頼もしいわ。それからあとは、何？なんでもないわ。私が気にしすぎなのかもしれないし。音の木坂学院では、私が生徒会長、のぞみの副会。お待たせしました。クリスマス決定のスペシャルケーキセットでございます。ありがとうございました。またのお越しをお待ちしております。ほのかちゃん、12番テーブルの注文もう聞いてくれた？あ、ごめん、まだだった。ただいまご注文を。ほのかちゃん、急いででも走っちゃダメだよ。お客さんがびっくりしちゃうよ。あ、そっか、わかったよ。小鳥ちゃん、お待たせしました。お客様、はあ、やっとランチとティータイムが終わったね。次は少し休んでからメニューを入れ替えて夕方以降のディナータイムか。お疲れ様。さすがほのかちゃん、すぐに馴染んじゃったね。そんなことないって。小鳥ちゃんはすごいな。あれだけの数のお客さん全員に笑顔で応対して、しかもミス一つしないんだから、ちょっとした慣れとコツだよ。それにほのかちゃんだっていい感じにお客さんに喜んでもらってると思うよ。そう？だったら嬉しいな。あ、でも、今日は夕方からの予約が結構入ってるんだよね。ウェイトレス係は私たち2人だけだから、休みなしで回すことになっちゃうかも。調理場の人も人手がギリギリみたいだしね。なんとか乗り切るしかないか。あれ？あ、すみません、まだディナータイムの準備中なので、ご来店はあと少しお時間を。海ちゃん、ちょっと様子を見に来ました。どうですか2人とも？ちゃんが手伝ってくれたおかげですごく助かってるよ。ならいいのですが、実は昨夜ほのかからのメッセージにうっかりしているスタンプが入っていたので心配になって来てみました。もしかしてまだ人手が足りていないのではありませんか？あ、そんなことはないよ。言いたいところだけど、正直言ってかなり足りてませんだと思いました。ですので今日は夜まで私もお手伝いしますよ。料理の飾り付けとかでしたら以前に教わったことがありますしね。そんな、ほのかちゃんに加えて海ちゃんにまで手伝ってもらったらさすがに悪いよ。はい、ほのかちゃん、かなりちゃん、忙しいかもって思って来てみたけど大丈夫？今日はリンたち、お客さんじゃなくてお手伝いに来たじゃん。花よちゃん、リンちゃん、それにニコちゃんたちも。食器洗いとか外での呼び込みとかだったら特に教えてもらわなくてもなんとかなるでしょ。任せておきなさい。でもニコっち大丈夫？たとえ裏方さんでもメイド喫茶は笑顔が基本だよ。うん、何を言ってるのよ。営業スマイルはニコのトップ1の得意技なんだから。ほら、ニッコニッコニー。本当にみんな考えることは同じなのね。ほのかのメッセージスタンプ一つで一斉に集まってくるんだから。うん、あはは、別に私そういうつもりで送ったわけじゃないんだけど。だったらもう少し無難なスタンプにしておきなさいよ。あんな魂が抜けたキャラスタンプを送ってこられたら心配するに決まってるじゃない。みんなありがとう。それじゃあもうすぐ修羅場の時間になるからよろしくお願いね。おう、ストーリーを選んでくれるかしら。お待たせ、小鳥ちゃん、今日も
りちゃん、スケッチブック忘れてる。衣装デザインまだ決まってないみたいだけど、大丈夫かな。忙しくてあまり集中できていないようです。やはり少々無理があったのではないでしょうか。うん、だからって今小鳥ちゃんがシフトを抜けちゃうと、あのメイド喫茶結構厳しい感じなんだよね。それも分かってるから任せるしかないんだけど。それよりほのか、小鳥の様子で何か気づいたことはない？小鳥ちゃんの様子？ちょっと疲れてるかもしれないけど、いつもとそんなに変わりはないと思うよ。どうかしたの？うん、合間の休憩の時とかに布団を沈んだような顔することがあったから、ちょっと気になったんだ。疲れてるというよりも、なんだか寂しそうって感じかしら。何か心当たりはない？小鳥ちゃんが寂しそう？そう言われても私、自分の仕事をこなすだけで精一杯だったから、見てる余裕がなかったよ。あら、何よあんたたち、部室に集まって。今日は練習休みじゃなかったの？いや、それを言うならニコちゃんもにゃ。どうしたの？ニコはちょっと忘れ物よ。どこにしまったかしら。と、あったあった、あっちの棚に置いてたつもりだったんだけど。キャラクターケーキの作り方？その本ってニコちゃんのだったの？ええ、そうよ。妹たちが今ハマってるキャラクターをケーキに書いてあげようと思ってね。最近はその練習にかかりっきりってわけ。ケーキにキャラクターの絵を描くの？それって結構難しいんじゃない？まあね。でもせっかくのクリスマスなんだから、それくらいのサービスがないと盛り上がらないでしょ。大事なのはあの子たちが喜んで楽しんでくれること。家族で開くパーティーの醍醐味ってそういうものだとニコは思うのよ。やっぱりニコっちは優しいね。素敵なお姉ちゃんにそんな風に思ってもらえて、心ちゃんたちが羨ましい。そんなんじゃないわよ。ニコはそのどうしました、ほのか。急に黙り込んで。そうか、わかった、わかったよ。ありがとう、ニコちゃん。なんのことよ。ねえみんな、明日の夜ちょっとだけ協力してもらいたいんだけど、いいかな？暖かくていいわね。わかるよ。というわけで小鳥ちゃん、この後ちょっと
いましたね。準備の方はよろしいですか？もちろん。見て見て、リンとカヨチン合作のローストチキンや。ま、作るケーキが一つ増えたって手間は同じだしね。オクテーブルはここでいいの？喉が渇いてると思ってジュースを持ってきたわ。これとっても美味しいのよ。みんな、このごちそうは何？小鳥のクリスマスパーティーがまだ残ってるでしょ。お客さんとお店のためにいっぱい頑張ったんだから、今度はあなたの番よ。けど、だからってこんな時間に部室で集まったりしてるところを先生に見られたら怒られちゃうよ。心配ご無用。先生たちからはちゃんと許可をもらってるよ。うちらもそのためにそれぞれ用事を済ませてきたんだしね。ですね。さて、準備も終わったので私たちはそろそろ引き上げましょう。今からミューズのみんなでパーティーをするんじゃないの？うん、小鳥ちゃんのためってのぞみちゃんが言ってたでしょ。今から始まるのは小鳥ちゃんのプライベートパーティーだよ。私のプライベートパーティー？うん、気づくのが遅くなってごめんね、小鳥ちゃん。本当は小鳥ちゃんも家族でクリスマスパーティーを開きたかったんでしょ。だから今夜だけは私たち遠慮させてもらうね。というわけでどうぞ。ストーリーを選んでくれるかしら。みんな見て見て、今度のライブの衣装のデザインが出来上がったよ。本当に？どれどれ。うわー、すっごく可愛い。いいですね。新しい年を祝うのにふさわしい厳かさと華やかさを感じます。かなり難航してたみたいだけど、悩んだだけの価値はあったわね。これなら申し分ないと思うわ。ありがとう。昨日家に帰ってからイメージが湧いてきて、みんなにも喜んでもらえてよかった。そういえば小鳥ちゃん、昨日は楽しかった？うん、とっても。お母さんもすっごく喜んでくれたし、どうして理事長に言わなかったの？家族でクリスマスパーティーをやりたいって。お母さん、12月に入ってから忙しそうで、昨夜も遅くまでお仕事だって聞いてたから、わがままを言うのは良くないかなって。でも理事長言ってたよ。もし小鳥ちゃんにお願いされてたら、どんなことをしても絶対時間は作ってたのにって。私たちや他のみんなのことを思ってくれるのは嬉しいけど、自分の気持ちには正直にならなきゃね。うん、ごめんね。今度からはちゃんと自分でお願いするように頑張るから。まあ少しずつ変えてくってことでいいんじゃないかな。相手を気遣う優しさも小鳥ちゃんのいいところなんだしね。ありがとう。これは私からの感謝の気持ち。よかったら食べてくれる？これ、ピーチケーキ？それにこの絵、ひょっとしてニコたちの似顔絵？かわいい。なんだか食べるのがもったいないくらい。今朝お母さんと一緒に作ってみたの。この前部室
じゃありませんか。せっかくですし、みんなでいただきましょう。賛成。それじゃあお茶をと、その前に。どうしたの、ほのかちゃん。クリスマスなんだから、やっぱりみんなでこのセリフでしょ。というわけで、せーの、メリークリスマス。ストーリーを選んでくれるかしら。